体制完了。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。10番ファイナルプランが最後方です。グラビティブラストも後方。さあ、まずは間から7番のソルトブリーズが飛び出していって、リードを1馬身。12番ランドマックス2番手。1馬身差3番手固まって、外から17番デンティベスがスッと上がって、間に14番ダイクロワイト。最内は3番セブンマイスター。間には8番のレジーナチェリ。1馬身差内から1番ランデブーローズ。外に16番カルマンフィルター。間9番南洋レグラー。直後に4番のイサシル糸結び。さらに13番クラート。6番ロジリオン。18番の競泳関西が行って、各バースト周りの第3コーナーのカーブへと入っていきます。後方のグループですが、内からは5番のキャネルの追走、それから2番のグラビティブラストは後方の3番手、あとは離れて11番のアマルフィレモン、最後方10番のファイナルプラン、4コーナー800を通過、逃げる7番のソルトブリーズ、リードは1馬身、2番手12番のランドマックス、3番手にはあと17番デンティベスデに直線に向いています。内から3番セブンマイスター、その後ろに14番のダイクロアイト、あとは2馬身内から8番のレジーナチェリの追走、さらに外から9番ナインオーレグラーが押し上げていって、あと400と少々で先頭は7番ソルトブリーズ、並んでいく12番のランドマックス、それから1馬身外に3番のセブンマイスター、さらに外から17番のデンティベス、現在4番手、内に入って8番のレジーナチェリも追い込んでくる、さらには2番のグラビティブラストが突っ込んであと 150m。 さあ先頭は3番のセブンマイスター、外からロジリオンがぐんぐん差を詰める、8番のレジーナチェリ3番手、前は2頭並んだ、ゴールイン、6番ロジリオン、3番セブンマイスター、2頭